ーの銀次込み銀次込み麦の真ん中をポッ丁寧に仕込みました。美味しさいいとこ取りポッ。なるほど、札幌銀次込み新発売。みんながピースとスマイルを待っている。スマイルフジカラースーパー HG400 フジフィルム。にっこりうまいキリン一番搾り。嬉しい。水のきれいな国ではラブソングを歌おう。 Voice from Fuji Bank。やっと会えたね。 Nice to meet you。 信じ合うこと、トラスト、住友信託。変わらない憧れを。あなたを見てると喉がカラカラ。美味しいラガーが飲みたいです。キリンラガービール。カラーテレビの原点は濁りのないモノクロ映像ではないだろうか。バズーカはそう考えた。解決策はモノトーンボタン、バズーカ BNW。 そろそろテレビの白黒をつけようじゃないか。Wrath from Reebok. It gives you more confidence on the battlefield. スプリングキャンペーン実施中。今春が来て君は、あのムービーごっこに S がついた。期待してみてね。スーパー VHS LT7 リクチュー JVC。 ミストだからスピーディー、ミストだからハードセット、ゼファースーパーハードミスト、資生堂X。 いい音で撮る権利、デザインできる自由、これがとっておきカセット、ソニー X。 It's a Sony cassette。 アサティ？そう。ねえ、アサティ？そう、そうなんだ。アサティはグンゼ YG アーバン。こっちがヤワラで、こっちがカータマ。こっちがヤワラで、こっちがカータマ。わかる？住友金属。力がある。意志がある。ボルボ 740GLT 新登場。ボルボ。3% ローン実施中。子供たち、自然、地球、 JR 貨物は信頼を届け、未来を乗せて走ります。 Run to the future。 JR 貨物。極楽ビデオ、すっごく楽。毎日いろいろご苦労様、せめてビデオは。極楽ビデオ。 It's a Sony。綺麗になったら教えてくれる。もっと利口。お掃除予報も。お掃除予報？明日この部屋掃除しなくていい。あーお利口。もっとお利口。ニューロファジー掃除機はキャニスター。ナショナル。ハッハッハッシャル解凍でなくちゃ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 、ファジーで美味しくなくちゃちゃちゃ、氷も自動で花上下広めよう。ハッハッハッシャルでなくちゃちゃ、ナショナル。アメリカインポートカーオブザイヤー受賞。スーパー 4WD スポーツ三菱 GTO。 突然自転車に乗れるようになった、あの感じです。
感動始まる。アップルマッキントッシュ。こんばんは。私たちが知ってるつもりになりがちなのが人間の心。でも本当に知ってるのかしら。今夜はこの後9時から独裁者伝説と題して知ってるつもりスペシャルをお送りします。ヒットラー、スターリン、最近ではチャウセスク、フセインといった政治的独裁者に通ずる真実の姿や生涯を明らかにしていきます。意外な一面を知ってびっくりする人も少なくないと思いますよ。よっ、井戸に北海道の生クリーム入れといたんだわ。ということは2度に生クリームが入ったのですね。新しい2度。東京ワシントン DC ノンストップ便就航。 Yeah, I fly JAL。ハーパーな夜だ。都会派のスタイリッシュバーボン、 IW ハーパー。春だ、どうじゃ。綺麗を変えたスーパーフラット&ブラックマス。 ES 見るならパナソニックガオー。マジも出たぞ。パナソニック。イタリアで見つけた新しいアイスの楽しみ。練れば練るほどフィガロは美味しい。ジェラートフィガロ新発売。キヨシインテグラ。ホンダヴェルノ。ヘアカラーが変わりました。ブローネ早染め新発売。色ムラなく仕上がってしかも長持ち。ブローネ早染め、今までの半分の時間で染まります。世界初、麦の殻を破って作りました。うまさ爽やか、ビア吟醸殻破り、サントリーから新発売。正義の味方の旗を立て、ワンボード正義パリするよりも。チチンブイブイ、大ジョーブイ。チチンブイブイブイ、チチンブイブイブイ、魂吹き飛ぶ。よし、アリナミンフリートリンク。立てだ。タイガーの新しい炊きたては蓋が取れて丸洗いできて、これは嬉しい。さらにかまどのおいしさそのままの厚釜とハイテク圧力炊きで、ほらもっと嬉しい。タイガーマイコンジョー炊きたて。タイガーです。優しい嘘なら許してあげる。気持ちのいい車を超感覚スカイラインと言います。頭痛信号？そんな時はバファリン。早く聞いて。胃に優しいんだよね。胃に優しくて早く効くバファリン。今日もお勤め、お疲れ目様。お疲れ目には新スマイル。冷たい差し心地で疲れ目によく効きます。頑張ってください。新スマイル。Founders Club Fresh Metal, the next evolution in metal woods shaping the 90s.
Founders Golf Club。 四角にしました。使いやすさを形にするタイガーのティーズアート。そんなわけで水量サインも上につきました。ポットは各ありたいですね。四角い沸騰ポット光るザトップ、タイガーです。息子は少年になった。私は少し父親になった。私たちはグッドカーに乗っています。日産ブルーバード SV シリーズ誕生。何かを成し遂げるため冷たく冴えたコカ・コーラ、この弾けるテイストがあればきっと君の全てがうまくいく。もっとパワーだ。テイク7 The moment that refreshes ひとときサワヤカなひとときコカ・コーラ何かが変わる。ここまでは信頼の生活用品タイガー魔法瓶、コカ・コーラボトラーズライオン、武田薬品、日産自動車とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。汚れを見張り、すすぎを見張り、ただ静かに働く。ああ、悲しいほど気配り。奥さん。人になることを夢見る君を。見張りながら洗う日立これっきりボタン。日立。クリーム。チーズ。スライス。クリームチーズの美味しさがスライスになった。クリームチーズスライス雪印。U.S. Wagon。 From Honda of America, the new Accord Wagon, Honda Clio。 あれは秘密のトマトとキュウリです。見つけてしまいました。しかしまあなかなかいい風景だから許してやろう。でも毎朝見張りは欠かさないからな。例えば酢の物お酢でいただきます。ミツカン酢。そいつは体の相棒だった。人間科学飲料キリンホットウォーター。大盛り嘘じゃないって。日清ソース焼きそば大盛り出た。リテールトップバンクを目指して今共和埼玉銀行誕生です。人と人、人と夢との新ネットワーク、共和埼玉銀行です。にっこりうまいキリン一番搾り。嬉しい。地球を動かすのは音楽だ。 TDK ニュー AD 誕生。 TDK キールロワイヤルですね。キールロワイヤルはお酒です。カシスはじけるキールロワイヤルとピーチ弾んだペシェロワイヤル新登場。
真鍋春よ熊本へ突入。あなたの一番でありたい。私たちは全日空です。猫にこんばんは。 JOCXTV プラス。あなたはどれだけの数の鳥の鳴き声を知っていますか？自然との楽しみ方はたくさんあります。バードヒルゴルフクラブ。インターナショナルバードヒルゴルフクラブグレートニューヨーク、いよいよオープン。バードヒルゴルフクラブ。ゴキブリ級は死ぬほどうまい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 。置くだけ簡単。ゴキブリ級は6個入り。彼女の技は真昼のフラッシュ。表情を光が切り取ってゆく。光を味方に。ニコン F601。 奥様、今お使いの食器洗剤はヤシの実洗剤ですか？手に優しい、よく落ちる、香料、色素、無添加。地球にも優しい、ヤシの実洗剤。次からはプラスチックゴミを少なくする袋入りをぜひお使いください。自然派のヤシの実洗剤、さ、ら、や。ねえみんな、こんな時になんだけど、家族に必要なものって何だろう。差し出がましいようですが、愛。愛。日産は家族のことをずっと考えていました。時に優しく、時に力強く。新しくファミリービークル、マネットセレナできました。ねえみんな、家族って。チチン、ボイボイ、大、ジョー、ボイ。200マイル離れて家を忘れ、500マイル離れて友を忘れた。500マイルを超えた時恋人を忘れた。愛しき自然のために着るアウトドアーズウェア、タラスブルーパアシックス。タイガーの炊きたては丸洗いできて嬉しい。かまどだけの美味しさでもっと嬉しい。タイガーマイコンジャー炊きたて。タイガーです。タチミオサハラ、タチミオウィズヨーハー、一緒にサハラ。中まで洗える、広口サハラ。タイガーです。天然原料なのによく落ちるスパーク。どれ？おお、その秘密は天然のパームヤシから引き出したパームヤシ活性剤。汚れをがっちり捉える。しっかり包む、グイーッと引き剥がす。これが
天然の底力です。青も白い肌よく落ちるスパーク。洗濯排水が素早く分解される、川の水に優しい洗剤です。ライオンから。ローカロリーだから飲み始めた、美味しいから飲み続けた。だからこの緑ヶ丘の一企業市民として僕たちも地域のために何かすべきだっつってんじゃないか。それは分かってる。でもあくまで車周りで。3分かってない。どうして。日産です。お父さん、一郎が立派な賞をいただいたんですよ。車車って言ってたあの子もしっかりしてきました。あなたに似てきましたよ。母さん、日産です。朝日が出たらそれも天狗、朝来るものが朝に来る、えいれいひれいほー、今日も出るの朝さよーん。プリプリレイ、気持ちよってる、気持ちよってる、気持ちよってる。朝日が出たら翌朝楽しみ、武田漢方便秘薬。できた。ほう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 。会社でピザですか。はい、ご飯も炊けるんですよこのレンジ。会社でご飯まで炊いてんの。はい。課長も単身赴任、大変でしょうね。大変だよ。だから一度君とピザしたかったんだ。これちょうだい。ダメ。ダメなの。ダメ。ちょうだい。タイガーセンサートースターレンジ、保温もついてさらに使いやすく。タイガーです。タイガーの炊きたては丸洗いできて嬉しい。かまど炊きの美味しさでもっと嬉しい。タイガーマイコンチャー炊きたて。タイガーです。ジュージュー、アップデート取れて嬉しいな、余ること洗えて嬉しいな、お手入れも簡単、じゃあ毎日ジュージューだね。ジュージュー、タイガーです。体の油汚れを溶かすハイテク酵素が入っているのはハイトップだけなんです。ハイトップだけなんだ。夏激しくなる油汚れ、酵素で落とすのはハイトップだけなんです。ハイトップだけなんだ。酵素が繊維の奥のさらに奥から溶かし出します。油汚れが一番ひどい襟や袖口でお試しください。酵素の違いがパワーの違い。ハイテク酵素のハイトップ。ライオンから。アーノルド君、これを見たまえ。今のままではドージーのカメ。今のままではドージーのカメ。今のままではドージーのカメ。よし、今のままではジェンジェン、おいボーイ。アリナミン V トリンティ武田大丈夫ボーイ。ブルーバード販売会社活動報告。山田さん、お預かりしたブルーバードはこのテクニカルスタッフが責任を持って見ております。ご覧ください。チームワーク、チームワーク。ブルーバード販売会社へようこそ。ブルーバード販売会社活動報告。私たちのショールームは真心応対がモットーです。ブルーバード販売会社へようこそ。これ植物からできた柔軟剤、新発売です。肌に優しいソフランシー、ソフランシー、肌に優しいソフランシー、ソフランシー。肌への優しさを考えて原料から変えました。ソフランシーは植物生まれ、肌に一層柔らかです。優しいのシー、肌に優しいソフランシー。3倍濃縮です。ライオンから。
夏の茶こしはウーロンロック。夏の極楽タイガーウーロン茶ポット。茶こしタイガーです。リロイバレルアシックスで世界に挑む。勝つことだけが彼の夢の全てではない。見たことのない夢を目指して、一緒に夢の頂点へ。アシックス。もっと何かを成し遂げるために冷たく冴えたコカ・コーラ、この弾けるテイストがあればきっと君の全てがうまくいく。もっとパワーで。テイクセブン。 The moment that refreshes。自分の技をこんだけ利用してコマーシャルやると気持ちいいね。ですよね。ただやっぱり動きを見てるだけで迫力ありますね。キレダリストの動きってこれすごいもんな。床運動の応用ですよ。1点モリスへやりました。金メダル、逆転金メダル。朝日の中へ全力を飛び込んだ。求めるものは。しかし自分の技をこんだけ利用してコマーシャルやると気持ちいいね。ですよね。ただやっぱり動きを見てるだけで迫力ありますね。金メダリストの動きってこれすごいもんな。床運動の応用ですよね今のね。リスケンさん、そう、第10位だったんですね世界ランキングは。それでチャンピオンに挑戦したんですね。あらまち世界チャンピオンになってるんですよね。そうなんですね。これはもうね、王選手はいいですけどもね、ヤクルトの鈴木投手ですよ、かわいそうなのはね。何度も出てきますもんね。毎回これ出てくるんですよ。第6球、オール型インコース切られた。ライトスタンドをじっくりと見ました。そしてゆっくりゆっくりとセカンドへ向かって。今すごい振りだね、今見るとね。見事ですね。すごい振り抜いてる。56号が出ました。そしてこれがリクエストがありましたコマーシャルです。順番だからね。終わった。じゃあもう今日はおしまいね。はい。小学生の頃、初めて後楽園球場で与那嶺さんからサインをもらった。その時の嬉しさは今でも忘れない。僕のサインで誰かが喜んでくれる、少しぐらいの煩わしさは吹っ飛んでしまう。王貞治と書くのに2秒とはかからないのだ。疲れだるさにリポビタンで。王選手がたった2秒でサインが終わるんだから、ね、ああいう子供にサインぐらいしてやろうっていうことですよ。はあ。まあ、ミニ秒で終わる名前だからいいよね。あ、名前が短かったからよかったです。ね、長かったら大変ですもん ね、 ですよね。例えば大井の帝ゴンザレス。そんなやついますか。もう定まるより短い方がいいですよね、それだったら。そしたら うちのアンジャシャーやですよ。何ペー。
でもいいもんね。パコ。まあ、あの昔から OM 法と言われてですね、はい、やっぱり王選手の後は、長嶋選手のリクエストにもお答えしていただければいけます。答えましょう、答えましょう、はい、福島県伊達郡の遠藤隆二さんからいただきました。長嶋茂雄さんの巨人軍現役時代初期の頃の CM を見せてくださいと。はい、今回はとっておきのチョイスしましたよ。それプラスですね、リクエストの多かったあの涙の引退式、あれはね、僕は実際にあのネット裏で見てましたからね。あ、言ってたんですか。私言ってましたよ。すごい、ヤクルトファンだけどね。じゃあ映ってるのかな。はい、映ってるわけないだろう。あのスピーチはもう未だに心に残りますもんね。あれは本当にあのネット裏にいてみんな目が真っ赤でしたね。うん、で僕も泣きましたね。栄光の巨人軍に入団以来今日まで17年間巨人並びに長嶋茂雄のために絶大なる。で、あの確かあの時ね、外野から一人走ってきたのファンが、誠に長嶋選手に抱きついた。そう、抱きつき毒だよね。毒だね。今日引退をいたしますが、我が巨人軍は永久に不滅です。長い間皆さん本当にありがとうございました。うまい。まあこれだけなんですけど、一言ですよね。でもやっぱり全国の長嶋茂雄ファンとしてはですね、うん、ちょっとあっけないんじゃないか。もうちょっと長いコマーシャルってのはないんですか。いや、それをね本当に探したんですよ、うん、ああこんなのがあったんだという貴重なですね、うん、コマーシャルを。結構若い頃なんでしょ。若い頃ですね。最強のビオタミンというですね、あのコマーシャルなんですけど、ビオタミン今日取ろう、今日の疲れ暑さに勝とう、中将が強いんですよ、昔のだから。三強のビオタミンゴールド。まああの僕たちにとってはですね、この OM 世代というんですか、はい、この時代は非常に懐かしいという感じがしますけどもね、うん、当時は巨人軍なんてのは純粋の日本人だけの純和風球団ということでね、そうですよね、結構言ってましたけども ね、 ね、今はどの球団でも助っ人の外人によってね優勝するかしないか決まってしまうみたいな。そうそう、あの外人に対するリクエストもですね随分来てますよね。千葉県船橋市の石井正明君からいただきました、はい、昭和60年阪神今世紀最後と言われる優勝の年、バース掛布岡田による甲子園バックスクリーンへの3連発ホームランをぜひ放送してください。バースがいた頃の、阪神はとにかく強力で、彼はカミソリのコマーシャルにあのトレードマークのひげを剃って出演していたことがあると、ね、この時 の、 あのタイガースファンのフィーバーぶりはすごかったね。川に飛び込む人が随分いたりとかね。そうそう、あの道頓堀川に優勝した時、ね、ドンバ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 ンって、しょっちゅう優勝してるとそういうことやんないんだよね。たまに優勝するからそういうことになるんだよね。私にね、ケンタッキーおじさんの呪いってあってね、うん、その阪神ファンがすごい嬉しくて、うん、でケンタッキーおじさんを川の中放り投げちゃったら、それ以来、うん、残念な年ばっかりになってしまったという。ずーね、シーン。あ、そうですか。こんだけ盛り上がってたスタジオがシーンとしてしまいましたね。やばいやばい。それはすごい3連続でしたね。しかも絵に描いたようなバックスクリーンですからね。全部これ確かあの開幕4試合目なんですよね。このまま調子に乗って阪神が優勝したという感じです。ほぼ同じバックスクリーンの位置に飛び込んでるんですね。ここでも本当は信じられないんだよ、日本続けてバックスクリーンっていうのはね。そう、これだろ、すごいよね。もう外野呆然だもんね。そしてコマーシャルですね。あの冬のちょうど、試合のない時に沿って、そしてまた試合をする時にはうっすらと滑らか効果を発揮。確かあれものすごいね、契約料だったんでしょ、あのコマーシャルの。一飛び何千万円。そして当時阪急ブレーブスのブーマー選手。パスタイムクルサイド。Thank you very much。これでもいいよね。うまく組み合わせてあります。でもあれが例えば頭に当たって、うん、でコキーンって倒れちゃって、うん、そのまま病院で連れて行かれちゃったら、うん、もしかして病院のコマーシャルとかになったのかな。かもしれないね。よかった。
ったですね、腕に当たって。そしたら、そしたらバース選手がね、もしヒゲじゃなくて、頭を剃るんだったら、お寺のコマーシャルです。なるほどって感じですよね。技術が作る高度な触れ合い、ソシオテックの三菱電機の提供でお送りします。カリブミュージカルレビュー、ノーチェトロピカール、感動を三菱電機から。わお、こんなの初めて。インテリアシャッター、グレイ。気持ちいいこといっぱい。ファンヒーターは三菱。ニューロンもファジーも嬉しいね。三菱の旧シリーズ。今夜のテレビ探偵ではですね、皆様からのリクエストにお答えしてスポーツ特集をお送りしてますけどもね、はい、今度はですね、野球以外のスポーツにですね、目を向けてみたいと思いますけども、ね、たくさんありますね。リクエストの、まずはこんなのが来てます。ご紹介しましょう。静岡県富士市に住む鈴木俊恵さんからです、はい、3,4 年前の富士フィルムの CM は河合俊一さんや熊田さんたちのスパイクやレシーブをしている姿がアップで見れて、バレーボールファンの私にとってはとても美味しい CM でした。富士フィルムのコマーシャルに使われた写真は、新日鉄を破って優勝した時の88年の時の試合でしたね。だからあの頃ってほら、ね、バレーボールフィーバーというか、もうすごかったでしょう。そうですね、女の子が会場でもってやたらこう写真撮ってるんですよね。だから試合中にこっち向いてとか言うと、こうやってポーズ撮ってる選手とかいたよね。いましたかね。で、今日用意したのはその富士フイルムのコマーシャルと、もう一つあるんですね、はい、それとあと同じパターンのコマーシャルですね。マラソンの瀬古選手が福岡の国際マラソンで胃カンガンを破ったシーン。これ SB がですね、1983年ロサンゼルスの五輪の、まあ、協賛コマーシャルで、使ってたものなんです。SB ディナーカレー。ときめくから映します。大切な写真だから、富士カラーLプリント。さて次はこの部門です。ドンが鳴るっていうのでは格闘技ですね。格闘技、プロレスです、はい、プロレスというと、このジャイアントババ、アントニー猪木、はい、さあそれではプロレス界の2大巨頭ですね、BI 法と言いましたね、アントニオ猪木さん、そしてジャイアントババさん、逆でしたか。続けてどうぞ。ジャイアント馬場さんがゲストにお見えになった時に、はい、あれは手だけ映ってるけども、あの手は自分の手だって言ってましたね。そうだから、ちゃんと練習したって言ってましたね。あの手に変わる手はないでしょう。僕にも聞けた。音声変えてるみたいですね。音楽苦手のタイトル返上。ジャンボ大襲撃。うまさ無敵。今日本ハムのジャンボランプでチャンピオン T シャツが当たる。ジャンボランプ、ジャンボ。あふれてるよな。福岡県福岡市の辻直美さんからいただきました。またプロレス関係ですね。はい、そうです、はい、初代のタイガーマスクは私の永遠の憧れです。どうか花道を通ってきたトップロープに登るあの勇士にもう一度会わせてくださいと。なるほど。いうことですね。アニメでもって僕たちのこう頭の中に
芯が描かれてるじゃないですか、常に芯がね、はい、で実物の佐山悟さんっていう方がですね、うん、実際入ってたんですけど、トップロープに登った時に、うん、アニメと実際の芯がポーンとね二重写しになるんですよ。それとですね、やっぱり動きがすごくスピーディーなんです。アニメそのままのやっぱり動きでもってリング上で戦ってるんですよ。同じような動きでもって、同じスピードで同じ高さでもって、同じ高度なテクニックな技をやるわけですよ。これは驚きましたよね。じゃあジャイアント馬場さんは俺にやらせてくれって言ったんですよ最初ね、それはできなかったですね。スピードは違いますからね。だいたいマスクから顎がはみ出ちゃう。で今このタイガーマスクの佐山悟さん何やってるんでしょう。シューティングという新しい格闘技を作りまして、うん、まあ、そちらの方で頑張ってらっしゃると。もう覆面もちゃんと脱いでらっしゃるわけですけれどもね。なるほど。たくさんのファンにもみくちゃにされながらの入場。登場かっこいいですね。トップロープにグッと登りました。かっこいいな。かっこいい。タイガーマスク、そして蝶のように舞うこのマリポーササッポを見せるわけでありますが、ローリングスバット。タイガーマスクがそのぐらいの浜田にローリングスバットを見ました。胸板当たり。さあ飛び込む。これもすごいよ。これはそうですね。アニメさながらですよね。本当に本当にすごいよ。すごいよ。ちょうどこのタイガーマスクが新日本マスク登場の際、ファンはアニメと現実の境界線を忘れてしまったわけであります。タイガーマスク特有の4次元のファイトであります。夢の対決が東京後楽園ホールで行われているジャーマンスープレックス登場。得意技でしたよねこれもね。決まりました。その時の引き分けはあるものの、一応2敗で通しましたからね。さあそれじゃあ続いてはですね、プロレスの後はプロボクシング、こちらの方のにも触れないとね。京都府向井市の新谷静子さんからです。ありがとうございます。はい、幻の右パンチで名を轟かせたガッツ石松さんがチャンピオン時代に、KO 勝ちした後、アナウンサーから今の右のパンチは速くて見えませんでしたねと言われ、ええ、だから幻なんですよと答えたという噂は本当なのですか。うん、これはどうなんでしょうかね。これはほら、ビートたけしさんがオールナイトニッポンで村田秀夫さんと、そして、ガッツさんのネタをですね、いろいろやってたんで、若者の影響力っていうんですか、村田秀夫コーナーガッツにしますコーナーってありましたね。ありましたありました。だからいろんなエピソードがあった、その中に出てきたんですけども、連想ゲームのもありましたね。あ、ありましたね。うん、加藤義雄さん白組のリーダーですよ。うん、ガッツさんの顔見てリンゴって言ったらゴリラって言ったらシートリじゃないって、ね、間違えた。それがまあコーナーでね、うん、どん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 オーバーになってっちゃってね、いろんな話が、ね、だからそのリングサイドで試合が終わった後、幻の探しました。当然ながらありました、ね、これはだから実は本当だったんだけど、そういうコーナーがあったためにもしかしたら嘘なんじゃないかとね、でももう早くて見えないですねってアナウンサーが言ったら、だから幻なんですって言われた後のアナウンサーがね、意外なジョークで帰ってきたもんだから意外なね、その後困ってそのままコマーシャル行ってしまったというね。そのシーン、ね、困ってましたよね、アナウンサーの方ね。そのシーンも入ってますね。はい、はい、第1回目の防衛戦でもってゴンザレスとのリターンマッチの時にですね、試合が終わった後自分の VTR の振り返りながら言われたという。よっしゃ、今のがそうですね。今のが一発目がそうですね。これです。これで非常にコンパクトで速いパンチでしたよね。12ラウンドの何分でしたっけ。はい、あれが幻の右ですから、よく皆さん覚えててください。だめよ。これですか。これですね。まっすぐ倒れたゴンザレスですね。いや早くて本当にVTR にもよく映ってないくらいすごい幻のパンチ。だからあれが幻です。それではちょっとお知らせをご覧ください。アナウンサーの方もこれがねリアクション困ったんだろうな。それがちょっとお知らせの方がいいということなんですよね。突っ込んだら殴られちゃいますもんね。突っ込んだらいけませんよそれはね。パンツも血だらけでしたね。さて今度はですね、女性のスポーツ選手にスポットを当ててみたいと思いますけどもね、一世を風靡した、アイドルたち。まずですね、こんなおはがきが来てますね、はい、これは山形県の米沢市にお住まいの高橋ひとしさん。はい、当時私は昭和47年の札幌オリンピックフィギュアスケートのジャネット・リンさんに夢中になりました。うん、演技中に尻餅をついた時のあの笑顔が忘れられません。
CM は確かカルピスに出ていたと思いますと。ジャネット・リンさんね、アイドルですよ。明星とかの折り込みのポスターによく出てましたもん。でまた本当によくニコニコする選手でしたからね。そう、笑顔が可愛くてね、歯が綺麗でね。そう、本当に可愛かった、うん、まあ西田ひかるには負けますけど、ね、負けますね、負けます、負けます、負けます、絶対勝てないです。アメリカのジャネット・リン選手の演技を見ていただきましょう。転ぶのが分かるとドキドキ。あ、珍しい。リン選手はね、練習でもほとんど失敗するんです。ハルピスが吠えるとラスの世界が回り出す。リンリン、立ちだよリンリン、リンリン、ハルピスリンリン。あ、そうか、ジャネット・リンだからリンリンって言ってんの。そう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 。氷のリンリンが引っかかってるわけですね。あ、なるほどね。グラスの。いいサラダ油を使いました。矢島正樹さんの声、そうですね。ね、この歌詞が印象に残ってますね。これ作詞したやつ張り倒しようかなと思ってね。そのまんまだからね。うんうんうん。でもやっぱりあの、ね、当時一世を風靡したマドンナだけありますね、うんうん、共通して言うのはみんな笑顔が素敵ですね。そうですね、うんうん、まあスポーツリクエスト特集をお送りしてきましたけどもね、そろそろお別れの時間ですけども、最後にですね、最もリクエストが多かった、このシーンをお見せしてお別れしたいと思いますけども、埼玉県川口市の森美香さんからです。ありがとうございます。私の名場面リクエストはこれしかありません。昭和62年西武対巨人の日本シリーズで西武が日本一を、目前にした時、守備についていた清原選手、世界選択希望選手、読売桑田真澄投手、 TL 学園高校。ちょっとかわいい。西武2年連続日本一まで、あと2アウトです。ドラフト会議したら吉村に4球目ショートゴロ、清家バッテつかんで一時送球、丁寧でアウト。これであと1人ですね。日本一まであと1アウト。清原が泣いてます。どうしたんですか、何があったんでしょうか。感激のあまりでしょうか、清原が泣いています。思わぬハプニングがありました。4年目の辻が清原を励まします。清原が優勝目前、涙を流しています。